ジェン君、おはよう。はい、かばないで。在事件でございました。朝からバタバタして、思わずアマゾンで注文してしまうという事態まで起きました。何かというとですね、この頼りにしていたキヤノンアイビスミニ X というカメラが昨日、フォークソング同好会の録画をしたのに撮れていませんでした。思ったのは、その前の日に、実は1メーターに30センチのところから落としちゃったのね。あら、これ荒れたと思って、いろいろ試してみた結果全然ダメで、はっと思ったのは、まあ、ネットにそういうこと書いてないかなと思って見たら、メディアの方はどうですかって書いて、あ、SD カードかと思ってですね、SD カードを、いろいろチェックしました。他のを入れてみたところ、動きました。まあね、古い MD カードじゃないと動かないので、だいぶ古いやつを見つけてですね、動くのが分かったので、機械は問題ないと。SD カードがダメだったということで、古い SD カード、日立製の何年に作ったんだろうね、2017年にもうすでにあったやつを、見つけたので注文しました。それさえ手に入ればまた同じように使います。今度から絶対落とさないから、もう大事にするから君、許してね。ということでした。ジャン君、これからじゃあこのカメラを使ってジャン君をポンちゃんを撮ってみましょう。ジャン君、あれ、これワイドになってるかな。そしてポンちゃん、ちょっと待ってね、ワイドになってました。ジャン君、そしてポンちゃん、同じ絵を作ってみましたと。さ、ありがとう。
たいものを持ってきたよ。はい、ジャン君どうぞ。自転車用部品。何ですか自転車用部品って。ジャン君がくれたんだよね。はい。あ、ちょっと明るくしすぎちゃってた。ヤマハからのお届け物です。というのはですね、実はアシスト、電動アシスト自転車の、シオン号ですねのバッテリーが、あ、これも変わるんだ。そういうことか。バッテリーがですねリコールになっていて、我が家に何だったか手紙が届いたんだったかな。そう、手紙が届いた。で、その手紙に書いてある通りに、メールで返信をしたところ該当していたということのようです。送られてきたので、買ってから4年経過したんですけれども、多分新品だよね。使ったものは送ってこないよね。そうだよね。が送られてきました。なんかねリコールの原因というか理由としては、発火の可能性があるっていうことだったんですが、とても快調に使えていたんですよね、うちはね、なんですが、このリコールのおかげで新品に変えることになりました。ありがとうございます。リコールも真面目にメーカーはやっているという評価をこうやって獲得できるんですね。はい、はい、我が家では全然、なんていうかな、悪く思っていません。ヤマハさん素晴らしいと逆に思います。ということでこのセットありがたくいただきます。まあバッテリーの寿命は3年から5年と言われていますので、5年にはまだ満たないんですが、4年経った今、また新品に変わったということで寿命があと5年延びるぞ。やったラッキー。ありがとうございます。充電器だと思ったらこれ逆です。放電器でした。何にもついてないからどうしたと思ったらですね、うちにある古いバッテリーを 2% 以下まで、放電させてから送ってくださいということがメールや、お手紙に書いてあったので、それを放電するためのものですね。これも一緒に送って返すということになります。これ初めて知りました。放電機いっぱい乗らなくていいんだね。そういうことですね。2% にするって大変だよねって、しかも 2% になって 0% になったら押して帰らなきゃいけないなと思っていたところですが、こういうことがあるんですね。頭いいです。はい、バッテリー交換の箱にも載ってくれました。チェックした結果どうですか。珍しいものです。これ多分でももう今日中に梱包してまた返しますよ。パンちゃん、ねえパンちゃん、そうなんだ。はい、これがバッテリーの充電中と放電中の風景です。このバッテリーをこの機械に挿した途端にファンが回り始めて、これ多分モーターを動かすことで放電させる、または火災が起きないようになるかわからないんですけど、ここから冷たい風が出ています。冷たいではないですね。結構なファンがガンガン回っています。こっちから吸っています。こんなことでした。